日本はまさにロボット大国です。お疲れ様です。パーソナリティの出雲です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、日本のロボット市場での存在感がすごすぎる、世界を席巻する日本の産業用ロボットをお送りします。韓国のネット掲示板に、日本のロボット市場の威厳がというスレッドが立ちました。このスレッドの話題と日韓の人々の反応をご紹介します。産業用ロボットは工場での生産に欠かせないものとなっている。そのロボットに欠かせないモーターや減速機については日本が世界市場を掌握している。世界のロボット市場の 64% は産業用ロボットが占めている。つまりロボット市場は日本がリードしていると言っても過言ではないのだ。さらに日本における介護ロボットや介護補助器具の市場も拡大を見せており、2012年に1兆円だった市場が2035年には10兆円にもなる見込みだ。こうした状況だと、韓国でモーターや減速器を発注した時に日本が半年後に納品するよと言っても我々は抵抗できない。世界の産業用ロボットメーカーのランキングを見てもトップ10のうち5社が日本の企業なのだ。ファナックや安川電機、川崎重工などが世界をリードしている。もうこれは日本がロボット大国であることを示しているのだ。そのうちにターミネーターでも作りそうな勢いだ。この話題には多くのコメントが寄せられました。韓国の反応、俺はそこに出ている企業で働いているよ。半年かかったりするのは別に偉そうにしているからじゃないよ。機械一つ納品するのに少なくとも4ヶ月はかかる。それが世界的に見て普通。韓国の工場にあるロボットアームはほとんど日本製だよね。だから不買したら生産現場が成り立たない。日本のロボット産業の発展に日本の漫画とアニメが一役買っただろうね。あれでイメージが良くなっている。ファナック、オムロンは本当にすごい会社だ。韓国のほとんどの製造業の会社もファナックから製品を購入して使っているだろう。品質がとにかく最高だ。エプソンも産業用ロボットを作っているのか。複合機、ビームプロジェクター、光学機器を作る会社ではなかったか。いつ変化したのだ。韓国は他国の部品を組み立てることだけが得意。そのために必要な機械や設備などを独自に開発することは圧倒的に苦手。やることがない奴はロボットの操作技術を学ぶといい。就職が厳しい今でも食べていけるはずだ。この話題には日本人からも多くのコメントが寄せられました。日本の反応、日本の素材、部品、製造装置、特許など全てを不買していたら何が残るだろうね。まあファナックは日本人から見ても異常なレベル。精度がいい上に壊れなさすぎ、どれだけ丈夫なんだと感心する。ロボットを使った自動製造機械などにより先進国でしか製造できなかった品質に近い製品を発展途上国でもできるようになった。そうなると発展途上国の安い製品を購入することになる。結果世界全体が底上げされていくんだ。日本の産業用ロボットは世界を支えるだろう。産業用ロボットを製造するにはそのロボットを使って製造する最終完成品よりはるかに精密な技術を必要とする。だからこそ日本の強みを活かせるんだ。基礎研究なんて短期では全然利益にならないけど、それをコツコツ続けることでこうした他の国にはできないことをできるようになるんだよね。産業用ロボットで日本がシェアを取っているのはそうした地道なことを続けられてきたから。日本人は子供の時からロボットが大好き。外国ではよくロボットが敵役で出てくるけど、日本ではロボットは人間の仲間。アトムやガンダムとかの影響が大きいのかな。韓国には世界に誇れる偉大なテコン部位があるだろう。日本は昔から物を大事にすればいずれ霊魂が宿るっていうつくも神の考えがあるんだよね。だからたとえロボットでも長く一緒にいれば愛着が湧いて大事にするんだ。組み立て屋のバトンは今後少しずつ韓国から台湾や中国に渡るだろう。ここから韓国としては組み立て屋の立ち位置から脱却するために日本と協力しようという動きが出てくるかもね。注意が必要だ。昔は世界最高の包丁など刃物類の製造はドイツのゾーリンゲンと言われていた。
しかし今や造林元とかは日本の刃物会社に発注して日本製の刃物をドイツ企業のブランドで世界に売るようになってきた。産業用ロボットでも精密な精度を要求される部分には日本の職人の技が使われている。だから外国が日本の産業用ロボットを盗んで産業用ロボットを作ってみても必要とされる精度を再現できない。韓国では魚型ロボットを作っていたよね。確か試験的に川で動かしたらすぐに水漏れして使い物にならなくなった。実際、鉄腕アトムやガンダムが作りたくてロボット工学を志した方々が教授になってたりするからね。そうした人たちによって日本のロボット技術が支えられてきた。日本は現代の文明で必要な工業製品をほとんど自国製造することが可能だが、韓国や中国はそうではない。そこが国力の差につながってくるんだよね。産業用ロボットメーカーのトップ10のうち5社が日本なのか。それはすごいな。まさにロボット大国だ。産業用ロボットだけじゃなくてアシモとかもすごいよね。ペッパーとかアイボとか生活の中で活躍するロボットもどんどん出てきてる。野球でペッパーとかのロボットが応援席でダンスして話題になってたよね。ああいうのも炎上とかせずに受け入れられるから日本は強いのかもね。ロボット大国日本の未来は安泰？日本は産業用ロボットで強い地位を世界に築いています。そしてNEDO、国立研究開発法人、新エネルギー、産業技術総合開発機構の試算によると、産業用ロボットと日常生活支援サービスロボットの日本市場での規模は、2015年に 1.5 兆円の市場規模が、2035年には 9.7 兆円となる見込みです。また、国際ロボット連盟によると、世界の産業用ロボットは2012年に 15.9 万台でしたが、2020年には 52.1 万台にもなっています。この流れは今後さらに加速していくことでしょう。また日本では近年深刻な少子化に悩まされています。少子化自体を解決する施策は別に考えるとして、現状のままで経済規模を維持するにはこうしたロボットの力が欠かせません。これまで2、3人でやっていたものを1人がロボットと一緒にやっていくようになるでしょう。海外への輸出はもちろんですが、国内での労働力としても大いに期待していきたいところですね。ロボットにより少ない人数でも大きな成果を上げることができるようになれば、日本の未来は安泰となるはずです。あなたはこうした産業用ロボットの未来についてどう思いますか？ぜひコメント欄にあなたの意見や感想をお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。